はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、ぶち壊れカードを皆さんにご紹介していきたい。皆さんは最短の呪眼という、この魔法カード、ご存知でしょうか。これ、呪眼のやけくそカードと言われていまして、書いてることやばいんですよ、この人。簡単に説明すると、1枚で4枚ぐらいの仕事します。4枚ぐらいの仕事するカードです、これ。まずですね、デッキから、呪眼モンスター1体と、呪眼魔法トラップカード1枚を墓地へ送って発動できる。コストで2枚カードを墓地へ送ってます。愚かな埋葬と、愚かな服装を、まず1枚でコストでやってしまいます。で、デッキから、呪眼装備魔法カードを1枚手に加える。これ、アームズコールね。で、このターン自分が15番カード以外の、カード発動すると、なんか500くらい表示になって、まあ一応制約があると。で、2番目、自分が呪眼リンクモンスターのリンク召喚に成功すると、墓地のこのカード除外すると、自分の墓地の呪眼装備魔法を、装備できる。リンクモンスターに。これね、マジって強いんですよ、これ。これマジで強いんですよ。このカードからスタートすると、まあその、最短の呪眼、プラス呪眼なんか何でもいい。呪眼カード1枚みたいな。ハンドから、サリエルプラス、セレン特殊召喚系のモンスターを破壊するっていうね、この盤面プラスなんかエクシーズモンスターが、出ます。基本的には、まあ、もちろんあの他に、呪眼とかリンクモンスターとか出したりもできるんだけど、まあ、一番あちなみにあの今の動きするとバジリコックとバジリウスが並ぶので、ランク3のエクシーズができるんですよね。なんで、私は今あのバリウスとデスマキナ入れてますけど、まあ、例えばねあのゴーストリック組み合わせたら未来竜王とか、まあ、ちょっとメインデッキにゴミ増えるけど、ゴーストリックショットが入れられないといけないから。だけど未来竜王とかは出ると思うし、なんかこの辺はなんかお好みで、やっていただければいいかなと思ってるんですけど、あのこれが強いのはやっぱりね、ダリウス、ダウナード、アーゼウスができ、るから、なんだ、考古枠に使えますね。はい。あの、ダリウス、デスマキナ、アーゼウスもできるしね。はい。で、このデッキのいいところはね、あんまりね、あの展開難しくないところなんですよ。正直ね、なんか今、環境できて大体難しいルートあるでしょ。もうほぼないです、呪眼は。本当に簡単。なんすごい初心者向け。で、さらにですよ。さらに、誘発がいっぱい強います。あのね、やっぱこのカード強いし、あと初動も結構、サリエル、正直1枚か、パレードリア1枚あれば、初動になれるんで。なんで、誘発がいっぱい強いんですね。で今、今回、見ていただいて分かる通り、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、まあ、超融合も含めたら13、14枚ぐらい、まあ、これ、誘発っていうか、まあ、ここまくりカードなんだけど、なんかすごいいっぱい詰めるんですよ、カードを、汎用カードを。これがいいところですね。だから汎用カードで相手の、まあ、動き止めたり、まくっていったりしながら、自分はサリエルとか、最短の動きを通していくことができるというところですね。結構ちらほらね、マスター1報告とかも出てるので、多分このテーマね、マジで強いですよ。はい。皆さんもぜひ組んでみてください。気になったらね、はい、デュエルスタンバイ。はい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 、いい感じのハンドですねこれは。まあ、とりあえず最短の呪眼発動、コストでコストでモンスターと、コストで装備魔法を墓地送って、で装備カードサーチ言ってることやばすぎだなこれ言ってることやばすぎるこれ。なんでコストで2枚送ってんだよ。愚かな埋葬と愚かな服装を発動してからアームズコールしてのやばすぎでしょこのカード。いかれとる、完全にいかれとる、完璧いかれとる。もうちょっとメデューサーちょっと今使いねえや、後でちょっと回収してやるかもしんねえけど、あの回収できねえかこれ。もう包丁食ったらさあ、サーチなんだろう、これ増殖ステージかなこれ。パレイドリア、持ってきます。でパレイド発動しましょう。でモンスターサーチですね。で、これで、サリエルを持ってきます。ほい。で、サリエル召喚効果、呪眼カード持ってこれますよ。まあ、こいつにアクセスすごいしづらくなったんでね。しづらかったじゃねえ、しやすかったんでね。アホよか。抹殺っつかな、一応。一応ね、ちょっと断罪とか持ってきたいですね。できれば。まあバジリウスでもいいけど、増殖ありそうだよな。どうしよっかな、バジリウス落ちてるからな。まあ断罪でもいいですね、ここ持ってくるの。断罪でもいい。で、待って、さすがにバジリウスか。一応持ってきて、
まあ、モンスター展開しに行きたいですよっていう話をしたいんだけど、うわこれ参戦打てねえかこれ。はい、でバジリウス出したいんだけど、バジリウス出したいな。あ、ゾウジここか、ここでかな。なるほど、じゃあ出さないで、じゃあ出さないでちょっと参戦するちょお前手札見せろ、ちょお前手札見せろ。あ、スプライトか、なるほど。あー、レッドビーバー開門、あーなるほどね。ビーバー召喚はとてつあるんで、これレッドっすかね。手数出るんだのはレッドだけだから、まあ一応レッドかな。ビーバーはね効果通されて もう別にいいんですよね。あの途絶が2枚戻ってるんで今で増時中なんですけど、今これでエンドして、もうすでに2妨害構えられてるわけですよこのデッキ。あ、いや3妨害か。今サリエで特殊化したモンスターを破壊するって効果と、途絶で、モンスター2枚バウンスと、墓地からバジリコック出てきて1回リンク召喚して、ザラキエルでもう1回破壊なんで、これ3妨害です今。これだけで3妨害してる人のやばいでしょこのテーマ。あ、まあそれは別にいいや。はい、で召喚ね、いいよ。でビーバー召喚、上から引いてきたのがちょっと分かんない、不確定だね。まあちょっと分かんないけど、まあビーバー出てきたら、まあ、2枚下ろせばいいから、まあとりあえず途絶出すわ。ここで途絶の呪眼ぶっ込みますしょう。ちょっと絶叫の呪眼発動、あのレベル2のモンスターちょっとに親殺されてるからちょっと戻してもらうわこれで変えるとか言われたら俺怒るぞ、さすがに。これで変えるって言われたらさすがに怒る。あんこを切って変えるみたいなね、そういう裏目は一応存在しているはいるが、で一応アセットかラッキーってことは、あれ上から引いてきたやつだな、あれ上から引いてきたやつで、メインフェス終了前、まあ、これ特殊召喚しといて、はい、で発動してバジリコックをザラキエルにしておいて、ちなみにバジリコックがリンク召喚する場合、なんか装備カードをリンクさんにできるっていうなんか意味不明な効果がありましてでザラキエル爆誕していく。でセレン装備してると、これ何でも破壊です、カード、これフリチェ何でも破壊カードをね。エンドフェイズでいいか。はい、さあエンドフェイジングを迎えますと、エンドでいいです、エンドでいいです、エンド OK で、伏せカード割りまーす、無慈悲に割っていきまーす。あ、墓穴か、なるほど、惜しかったっすね。バジリコック除外した方がよかったんじゃないですか、これ普通にそのままエンドしてたらよかったんじゃないですかね。まあ関係ないけど、あんまりで、ザラキエル効果一応発動して効果がそうしちゃったら、次のターンにリンク先のモンスターの効果無効にするって効果あります、強制で発動ね、これで、サリエル召喚かな、で、効果発動、あとは打点を作るに行けばいいんだが、まあこれは脳死で最多の時間を持ってきたらいいんです、大体大体ね。基本的にそれで愚かな埋葬と愚かな服装に2回打ってたらこれ弱いわけないですよ、これ。ここで、最多の時間発動、もう手札全部割れてるからこれ打点作れば勝ちだな。で、最短でいいか、もう装備カードないんでちょっと最短引いても意味ないだからね。で、ゴルゴネイを持ってくる。ゴルゴネイはライフポイントの差分打点がアップするっていう、なんかあのサイコエンドパニシャーみたいな効果になっております、装備カードでね。でゴルゴネイが出、あ、じゃあバジリコク出てきて、で、バジリウス出して、ほい、でバジリウス効果発動、ゴルゴネイオンねえから送るカードねえか、もうもうなんか何でもいいな、これでいいや。で通常先行展開であれば、なんだっけ、やる動きしていきますか、一応こうして、まあここまでやる必要ないんだけどね、まあ、一応ちょっと今回説明のためにいらしてください、ダリウス出すで、ダリウスの上に重ねてデスマキナ、これを先行できるんで、だから今ちょっと先行ザラキエルだったんですけど、サリエルプラスこの、デスマキナっていう場面になるはずです、基本的にはね。はい、でゴルゴネイを装備して打点がえげつなくなるとうおパワーアップ、プルル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 
再戦ありがとうございました。いやこのデッキねあんま難しいルートもないからね、あれすごいいいよこのデッキ。結構ねまあ割と初動そこそこあるんで、まあ実行りにくくはありますね。で一番初動なんで基本的にはあのもうほんとサリエル召喚セレン装備エンドで妨害が成立してるテーマではあるから、なんで誘発ちゃんと入れられるし、まあ、マグリーダーもね結構入れられるっていうのがいいところですねこのデッキの。はい、非常に、まあ、とりあえずちょっとアルベル君を一発ぶっ込みまして、でセットします。はい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 、オッケー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 、耐えた耐えた耐えた、これは耐えた。あのクセカードなんだろうな、とりあえずパレイドリアからかな。まあ、ウララはちょっとさすがに墓はなせざるを得ないけど大丈夫だな。オッケーで、サリエル持ってこよう。これどうしよっかな。まあでもこれさすがに最短だよな。さあどうする、無限紅葉きついぞ。あーオッケーないね、無限紅葉はなさそう。とりあえず最短の時間で、最短の時間で愚かな埋葬と愚かな服装とアームズコール発動愚かな埋葬と愚かな服装とアームズコールを、1枚で発動いや、やけくそすぎるだろこのカード、やけくそすぎるマジで。え、マグナムグとはきつ。あでもこれフリーチェーンで出せるから別に出せばいいか。バジリコック君はね自分相手ターンにフリーチェーンで出せるよっていう効果あるんで、これバジリコックの効果にチェーンしてマグナムグと使わないと多分意味ないですね。はい、でまあ、一応マグナムートがあるっていう情報が得られたのでそれは要所しましょう。で、最短の呪眼の効果によってセレンの呪眼を持ってくる。でですねどうしようかな、セレンの呪眼装備、うーわ、属性が弱いので聞きますあきつい、いやそう属性弱いんですよねガルーラか、なるほど、やるじゃねえか、やるじゃねえかてめえなかなかやるじゃねえかやべ何もできねえ何にもできねえ、どうだいしよう、これはいやー何もできないっすね。これ普通ちょっと一回ハンデスしに行きますか。とこれ何引いてもね手数になんないんですよね、もう時間ってだから2枚ドローよりハンデスしちゃうと思う。あーなるほどね、そうですね、まあ、これ多分さすがにマグナムートですね、まあ、次どうせ出てこられるんでマグナムート戻して、アレバスは別にいたところでそんなに変わんないと思うからマグナムート戻します。で トップランに引かれるからな。で、まあ、増殖する G あるんで、まあ、増殖する G でなんとかしたいんだけど、いやで俺これ突っ張られて7500打点出されるとさすがにきついかもしれない。やべえ何もできねえ、結構ね召喚権潰されると痛いテーマではあります、このテーマ。はい、だからサリエル吹き飛ばされるみたいなこと起きるとちょっとね追加でモンスターすごい用意できないから、だからそういう時は歓喜の呪眼とかないといけないね。召喚か、これアナコンダルートなのかな、これ一応増陣投げた方がいいか、増陣投げて一応リンク召喚、これそのまま殴られてるんだったら3600の1500だから多分足りないからワンキル取れないでしょ。これ増字投げて一応ちょっとリンク召喚牽制しますか、アナコンダ入ってるかもしれないしね。いやーこれ3000痛えな、3000痛えわ。これガルーラってね実はね隠されたところでね戦闘ダメージ倍になるんですよねこれ実はめっちゃ隠されてる効果で戦闘ダメージが倍になるという謎の効果がありまして、これでいややばい、うわクソ痛え、これ痛すぎて草、痛すぎて草生えたけど、いやこれでも耐えてるわ、一応ギリ耐えてる。900しかないライフ、これ俺セレンなんか調子乗って発動してたら俺自殺するわこれ多分。やばい、セレンって結構ね自傷ダメージあるからね、なんかね調子乗ってると死ぬんだよねいや調子乗ってると死ぬんですよねマジで。これサリエルだな、まあ、召喚するか、で召喚効果、まあこれはね最短持ってくるよね、
ちょとりあえず最多持ってくるのはまあいいとして、で、調子乗ってセレン発動 してると世界終わるから、ちょっと待って、こうするでしょ。で、まあ送るのはまあバジリコックでいいわ。バジリコックと、まあそうだな、これはまあ使えないから最短とかでいいか。もう最短は打てないからな、装備カードがねえから。でゴルゴロン持ってくんだろ。これさ、俺ひらめいちゃったんだけどさ、これさセレン装備してさゴルゴネを装備したらこれさすごい打点になるんじゃないの。ありえない打点になりそうじゃない。これ呪眼ってのがどういうデッキから分からせる時が来たようだな。俺らモンスターをほとんど召喚しかしてねえけど、装備カードを2枚発動したら勝てるっていうとこ見せてやれ。うわー、どりゃー、プルーバトルビッグマンインパクトドガーくそかっけえこのキルの取り方。うわー、なんもねえか。先行だったら強そうだったな、このハンドも。先行もなんかサリエル召喚最短持ってきて、でぶち込んでセレン持ってきてみたいな動きするとさ、なんか基本的にはさもう妨害成立してるんだよね。だからなんかあんまりその難しいルートないし、増殖する陣も別に重くないのがすごいし、あと2ビルも食らわないし、まあちょっと属性が弱すぎて超融合食らうっていうのはさっき分かったんだけど、まあゼンマイはやばいわ、やべえ。なんかちょっと、うわ、やばい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 。龍実況チャンネル御用達スーパー親顔ムーブきたか。これソリティア長すぎて笑った。デーモンの杖いや、ラプテノスの超魔剣、やべえ。なんかおよそ最強装備カードめっちゃ装備してんじゃん。メタルシルバーアーマー、やっば。え、待って、これ俺セレン装備できないんだよ俺メタルシルバーアーマー装備されると俺セレンの装備魔法なんか呪眼につけれねえんだけど。ちょっと終わったかもしんねえ。カオスルーラーやば。はい、一旦サリエル召喚して重力崩壊。相手がモンスターを召喚判定書が特殊召喚する際に自分のフィールドモンスターの墓地を食ってそれを無効にしてそのモンスターを破壊する。このターン相手はモンスターを召喚判定召喚特殊召喚できない。は？ゼンマイムーブもいい加減にしろよ